どうも、すずもです。今回もやっていきます。マイチルドレーベンスボルン。僕この前昨日の動画でレーベルスボーンみたいなこと言ってましたよね。正しくはマイチャイルドレーベンスボルレーベンスボルンです。よろしくお願いします。マイチャイルドレーベンスボルンです。よろしくお願いします。おはようございます。おはよう、かりん。かりんちゃん、おはよう。火曜から学校が始まるよ。いってらっしゃい。楽しみに、とんどが心の準備できてる。そうだよ、大丈夫だから。あれなのかな、不安みたいな仕草見せてたっけ。誕生日だからプレゼントもらえるかなみたいな感じかな。楽しみ、あと1日か。え、何が。ああ、今日月曜日か。あれ19日で何曜日なんだろう。日曜日かな、祝日月曜日かな。じゃあ今日は何しよっか。ご飯食べよっか。まずね、顔洗う、顔洗っとっか。せっかくだしね、しっかり今日も一日。あ、顔洗ってからそろそろ自分で洗おうかも。かねえ、気をつけしたままじゃなくて。あれ、特に何も言わない。飽きたかな。ご飯かな、ご飯の時間かな。じゃあね、トースト食べようか今日も。はいね、少しこう手を気をつけって、かたくなに気をつけじゃなくてさ、ちょっとこう右手はちょっと支えるみたいな、添えるみたいなのが、そろそろね、7歳だからあってもいいんじゃないかな。おいしい。でもおいしいのはいいことだね。え、今度は何か違うもの食べられる。違う食べ物か。こればっかりたくさん食べたよ。温かいものが食べたいな。そうだね、もうすぐ仕事見つけるかな。え、仕事してないのか。あれ無職、今転職中かな。そしたらもっと美味しいものが食べれる。美味しいものを買うには仕事を見つけないと。仕事を探してみるよ。良い仕事についてたくさん食べ物を食べるようになる。見ててね。あー、そうだね、美味しいものを買うには仕事を見つけないとね。わー、好きな仕事見つかるといいね。そうだね、何しようかな。仕事見つける求人情報。なるほど、そこからも始めからか。でご飯食べてあげよう。はいね、スプーンぐらい持てるようになろうね、そろそろね。パクパク。このゲージがある程度溜まるぐらいにまで、まあ、腹8分目、まあ、5分目いいでしょう。5、6分目でちょっとね、いつ、今お金も限られてるから、ちょっと働くまではあまりお腹いっぱいにさせてあげられないけど、ちょっと待っててね。うん、今日は、あ、日曜日か。森に探検に行かない。いいぞ。毎日買い物に行かなくてもいいよね。きっと食べ物も見つかるよ。ああ、野草とかね。そうすれば食料も買わなくていいね。違うものも食べられるし、一石二鳥。遊びも食料も手に入れる。屋外の新しいエリアがアンロックされました。森と湖です。森と湖行こうか。じゃあ森と湖。ただ、あ、違うわ。こうやってね、こっちで、はい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 、森と湖か。森に遊びに行こうか。あ、見て、たくさんあるよ。何が？ブルーベリー？これかな？なんだろう、この木の実じゃないや。ブルーベリーがたくさん。ブルーベリーってこうやって生えてるんだよね。なってる、自然になってるのを見たことないけど。隠れても無駄だよ、ベリーちゃん。あら、もう夕方になってきた。帰ろっか。帰る？ベリーいっぱい取れたし、今日はじゃあブルーベリーを使った料理にしようね。湖も行く？せっかくだし。あ、特に何の感想もないかな。湖は湖で、なんかムーミンたちが出てきそうだな。ちょうどここの岩場でスナフキンが座ってギターを奏でてそうだ。帰ろっか。あー、もうお腹減ってるね。よし、じゃあご飯食べようね。今日失礼しました。あれ、そっか、料理したいね。ブルーベリーをね、使って、お、ジャムでも作れるかな、もしかして。ほいほい、はっ、これはグツグツと煮込んで、あー、そっか、パンにブルーベリージャムを乗っけて、あと2個ある。いいじゃない、食べよっか。じゃあそれ、これ食べよ。どうぞ。
ブルーベリーのパンをむしゃむしゃ。どうよ、おいしいかい？そうでもないか。そうでもないかな。まあ夜だし、本当はもう少し食べた方がいいのかもしれないけど、お風呂入ろっか。お風呂ね、お風呂入ろう。綺麗にしとかないとね。あれあれ、あ、行動できないのか。ごめんね、なんか湯に浸かるだけ使って洗わず出てくるっていう。まあ汗だけ流してね。ちょっと待ってて、これ見るから。求人探すね、今のうちに。仕事します。古い工場で働く人募集、月曜土曜のフルタイム、応募しよう。タップして手紙を書く。工場の仕事の広告拝見しました、応募したいと思います。一生懸命働きますので、フルタイムのお仕事をいただければ幸いです。ぜひご検討ください。送りましょう。よし、これでいっぱい美味しいもの食べるぞ、二人でね。そろそろ寝よっか、ベッド行きたいね。寝ましょう寝ましょう。どうぞ。どういう気持ち今？不安？眠れない？じゃあ今日お絵かきしたいよ。いいアイデアがあるの。何？いいアイデア。お金を稼ぐお手伝い？画家になるのかな？もしかして。いいアイデアだね。二人で一緒に頑張って仕事しようね。君はそんなこと考えないでいいんだよ。それは私の仕事だよ。大人のね。優しいね。君は良い子にしてくれるだけでいいね。いや、せっかくこうやって提案してくれてるんだから、子供とはいえ、聞いてあげよう。わーい。あのお話読んでくれる？なんか寝不足になっちゃうのかな、あのお話。どうなんだろう。今日はちょっと早めに寝よっか。もう遅いよ、カリン。おやすみ。で、他に手紙とかは来てないかな。よし、じゃあこれをカチリと。8月20日、これで月曜日か。おはよう。今日リブが帰ってくるよ。お昼に遊びに来てって言ってた。お、手紙だ。工場の仕事に採用いたします。8月21日以降で、ご都合の良い日から仕事を返してください。結構自由だね。いや、なんかもう面接とかはないですね。手紙でだけで合否が決まると。もしかしたらとんだブラック企業かもしれませんね。なんて書いてあるの？なんて書いてるんだろう。あ、工場の仕事が決まったよ。うん、新しい仕事が。うん、まだまだだよ。もっと大きくなったら仕事ができるんだよ。仕事は大人がするものだよ。君は一生懸命遊べばいいね。学校のことに集中、そうしたら後で仕事につけるよ。おー、どうだろうな。もっと大きくなったら仕事ができるんだよ。君は一生懸命遊ぶんだ。一生懸命。え、楽しいことをする方が、する方がが好きだな。楽しいことしなさい。なんか服汚れてきたね。服着替える？そろそろ。はい、どう？洗っておくから。洗うとかあるのかな。顔そんな汚くないね。汚れたら洗えばいいみたいな。よし、ご飯食べようね。じゃあ、はい、ご飯。はい、パクパクと。もぐもぐ。もう一回ぐらい食べておく？これから、古い服をすぐ直してくれるの？そうだよ。嬉しいよ、この服気に入ってるんだ。穴が開いちゃったけど、穴の開いた服は嫌だもの。そうだね。ありがとう。リバー、親友なんだ。早く彼女と遊びたいな。じゃあね。行ってくんの？ちょっとご飯全然食べてないけど。時間があれば物を作ったり修理したりできます。ほう、キッチンのテーブルに行ってみましょう。キッチンのテーブル。あ、ここか。なんか、破れてる服いっぱい。あら、破れてる服を直してあげることで、いろんな服を衣装チェンジできるようになるのか。じゃあこの可愛らしい水色の青を基調としたシャツと服、あのスカートを直してあげましょうか。糸も限りがあるのね。こうかな。あ、わわ、なんかむしろ裂いてるような気がするけど、わわわわ、あからさま継ぎはぎ、より貧乏臭くなったけれど、よいしょ。まあでもね、素人だからね。もう少しこう裏から当てて。ボタンの上にかかっちゃってるけど、これ絵を見つけたよ。見つけてみて。あ、ドロドロになったね。
え、もうそうだけど着替えた方が良さそうね。シャワーも浴びたいね。これボタン覆い隠しちゃってんだよな。なんだっけ。あ、あ、違う。どうやって見たらいい？これかな。はい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 、これ新聞だね。新聞より、北朝鮮上空でスカイバウンド戦闘本日。北朝鮮の上空で米国の F-86 戦闘機17機と共産国のミグ戦闘機60機近くが激しい戦闘を行った。今でもまだまだ第二次世界大戦は終わったけれど、その余波みたいなものが続いてますね。とりあえずお服そんな汚れてないね。顔が。お風呂入ろっか。じゃあよいしょ。はい、ゴシ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 。もう寝てもいい。あ、寝よっか。そんな一晩中風呂入ってたか。ご飯食べてないね。ご飯食べなくていい。もう寝よっか。でももう眠いし、今日はちょっとお腹減ってるかもしれないけど、早めに寝ようね。朝起きたら学校よね。そうだね、明日から学校か。学校ってどんなところか。あ、そうか、そうだ、入学式だ、そもそもね。少し緊張してるみたいだね。学校は楽しみ、きっととても楽しく良い国にするんだよ。心配いらないよ、大丈夫だから。少し緊張してるみたいだね。わかんない、そうだと思う。まあ未知のものっていうのはね、不安はつきものだから、一生懸命勉強すれば、もしそれにもし誰か意地悪したら無視すればいいよ。良い国にすれば大丈夫だよ。たくさんできるといいな。一生懸命勉強すれば大丈夫だから、それにもし誰かが意地悪したら無視すればいいよ。良い子にしてれば大丈夫だよ。良い子にしてれば大丈夫だよ。うん、頑張るね。約束する。うん、健やかであれ。寝る前にお話が聞きたいな。まだ時間あるよね。あるかな。よいしょ。もちろん。ご本読もうね。はい、どうぞ。はい、寝るかな。 2、3回で寝るのかな。はい、おやすみで、その間にできることあるかな。特にないかな。ご飯がな、全然食べさせてあげられなかった。これ今のうちに作っといた方がいいかな。母さんが夜鍋を、お父さんが夜鍋をしてできないのか今。じゃあまあもう服も直したし、まあこんなもんかな。よいしょ。じゃあおやすみ。入学式8月21日。腹が減ったじゃないや、晴れになりましたね。ご飯食べようか。いよいよ今日だね。ドキドキするね。今日から学校行くなんてお姉さんになった気分。お姉さんだよ。じゃあ大事な人から準備しようか。楽しみ。そうだね、どんどん大きくなっていくね。もっと早く大きくなりたい。早く大人になりたいよ。でももう大きくなったよ。まあ本当に我が子の成長を見届けるようだ。感慨深いな。まだ出会って2日目なのに。仕事も最初の日だったよね。あ、そっか、仕事か。今日、やだな。働いてくねえな。教科書を入れるリュックが買えるようになるね。お店に売ってるの見たよ。わかった。買えるように頑張りますわ。それは良いアイデアだね。オッケー、リュックを買ってもらえるんだ。リュックね。わかったよ。ご飯食べようか、とりあえずね。ご飯。じゃあ今日は、とりあえずトースト食べようか。はい。むしゃむしゃと。あと3か。あ、結構減ってきたな。買いに行かないとダメだな。ちょっともう1個だけ、もう一口食べようか。うん。はい。いってらっしゃい。なんか元気ないね。はい、よいしょ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 。はい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 。なんか切なそう。不安な、いや不安の表情なのかな。ふう、緊張した。緊張するんだね。学校まで一緒に送ってくれる？いいよ。緊張しないの、かりん。大丈夫だから。うん、できます。カレンが前より心を閉ざしました。え、あ、ついて行ってあげなきゃいけなかったか。しっかり心閉ざしちゃった。しっかり自信を持つんだよ。頭がいいところをみんなに見せるんだよ。誰かに一応先生に言うんだらいいね。良い子にお行儀よくするみんなと、みんなに疲れるから。うん、しっかり自信を持つんだよ。
誰かに意地悪されたら先生に言うんだよ、先生に言うんだよ。なんかもし、え？でも心配ないよ、きっとうまくいくから。ちょっと不安にさせちゃったかな、うん、楽しくなりそう。学校行く。学校に連れて行くには外赤い家の、あ、いやいやいや、学校は午後まである。じゃあ行こっか。いっちょ、行ってらっしゃい。あ、行ったね。じゃあ稼ぎに行かないとな。ちょっとショッピングも110、バッグ200もするのか。これなんだろう、これはか、串？ちょっとお姉さんだし、ちゃんと髪も整えてみたいな。いろいろ買わないとな。必要、必需品は。仕事して、残業はまだできない。7時になって帰りましょう。よし、じゃあ帰りに180か、180か。ご飯もうちょっとしかなかったから、先にこれ買っといて、1個だけ買って家帰ろう。おかえり、ただいま。どうした？あまり楽しくなかったかい、学校は。足細いね。初日はどうだった？どうだった？学校は変なところだ。全然楽しくない、全然良くない。あら、何、どうしたの？なんか嫌なことされた？友達を作ろうとしたけど、そのみんなにジロジロ見られて誰も口を聞いてくれなかった。そう、ジロジロ見られたの、なんでだろうね。君は何も悪いことしないよ、みんな君のことを知らないんだけど。ああ、かわいそうに。誰かね、話しかけてみた。なんですって、その子たちは。なんでそんなこと。君は何も悪いことしてないよ。じゃあ仲良くなれば優しくしてくれるかもね。そうさ、じゃあ友達になれるかも。うん、だってね、出会ってその日で彼女をジロジロ見るなんてさ、そんなこと。え、何この絵。これ何、今日の彼女の出来事、自分で絵に描いたの。悲しすぎないか、この絵。こういう風に写ってるのか、彼女には。なんてことだ。新しいやろ、こんなのアルバムに。いや、でもこれも確かに彼女が今彼女が感じてること。ご飯食べよ。そんなことより、そんなことよりご飯食べようよ。ブルーベリーのパン食べな。ほら、むしゃむしゃと。教科書を予習するのを手伝ってくれる？いいよ、明日問題を出す。うん、もちろん。ありがとう。え、本当？じゃあ始めよう。リンとオーラがリンゴを一個ずつ持っています。リンがオーラにリンゴをあげると、オーラが持っているリンゴはいくつになりますか？わかるかい？あ、答え言っちゃうの？あ、僕が言うの？それはお父さんが言うのかい？リンゴ2個持ってるよ。うん、やっぱりそうだと思った。あれ、分かってるかな、本当に。まずその理屈を教えてあげないといけないんじゃないか。じゃあ、OK、じゃあ次の問題、本当に分かってるかな。オーラが自分のリンゴを1個食べたら、リンゴはいくつ残ってますか？それは、問い1と続いてるんだろうか。だとすれば、1個だね。あのね、今は時間がなくて答えられる、1個だよ。ふーん。よし、最後の問題だよ。オーラのママが、リンゴをさらに4個くれました。そして、オーラとリンで全てのリンゴを公平に分けなさいと言いました。オーラはリンゴをいくつあげればいいですか？あれ？あ、もう分かんなくなっちゃった。何個だったっけ？ 2 個半か。2個半あげればいいね。ん？彼はすでにリンゴを2個持ってた。え？ 1 個食べちゃったけどでしょ？で、4個もらうんでしょ？ 5 個でしょ？ 2 個半じゃないのかい？そしたら 2.5 なんじゃないの？分かってるじゃん。正解だといいね。あれ？そもそも何個持って、あれです、そもそも最後何個持ってて何個持ってて4個増やしたんだ。あれか、さらに4個はもうすでに4の状態。ちょっと分かんなかった、ごめんね。もしかしたらオーラとリンを間違えたかもしれない。どうしようか、まだ時間あるね。じゃあ服着替えようね。服、はい。あ、眠くな、1週間でも寝られそう。そんなに、そんな疲れちゃった？よいしょ、寝よう。じゃあどうやって 寝よう。おやすみ。学校好きじゃないかも。そっか、ハンセン先生だって意地悪。先生まで意地悪なの？そりゃ大変だな。
他の子より一生懸命勉強すればみんなに尊敬される。大人になるというのは目の前の問題から何かを学ぶってことなんだよ。きっと良くなるよ。絶対良くなるって。あ、これなんかすごく真理をついてるような。これ今のガリンには分かるかどうか分からないけど、うん。今あなたがどうするか、それに対して気が変わったかも。え、やっぱり大人になんてなりたくないかも。あら、唐突なピーターパンシンドローム。寝る前にお話し読んでくれる？いいよ、読もうか。元気出して、元気出してほしいよ。はい、おやすみ。今の間にできることをもう一回チェックした。あ、なんか作った。あ、今は作れないか。なんだっけ、これで裁断して、これはもう直しきったってことだよ。これでもいつ切ることができるんだろう。もう一回やらなきゃいけないのか。で、材料が足りない感じなのかな。この辺の絵は見れないね。じゃあ、寝よっか。あれ、どこだっけ。8月22日。残りの本ももうすぐ買えるね。そうだね。でもリュックを持てない。ああ、リュック買ってくる。他の子たちは本を入れるリュックを持てるよ。あ、みんなリュック持ってるのに、あれか、みんな日本でいうランドセルみんな持ってるのに自分だけランドセル、ちょっと色違いの、ちょっと奇抜なデザインみたいなので売っちゃってるみたいなとこあるかもね。お金ができたらすぐに買ってあげるから。うん、ちょっと待っててね。この手紙は何だろう。はいはい。手紙がたくさん。あれ、溜まってるか今、もしかして。よいしょ。何の手紙かな。広告、スティーンズランドスポーツでリュック発売。期間限定、今週のみ、いろいろなカラーとモデルあり、ハイキングに便利、スクールバッグも多数取り揃えております。これ欲しいな、これ買いたいな。ご飯食べよっか。よいしょ。あ、ご飯が、ご飯のバリエーションが少なくなってきちゃった。パクパク。他食べとくか。パクパク。で、ああ、そっか、もう行く時間かな。行きたいかどうか分かんない。うん。でも行かなきゃ、じゃないとリブが一人ぼっちになっちゃう。まあ、行きたくないんだったら、行かなくて、本当に行きたくないと感じているんだったら、行かなくて、無理して行く必要はないけれど、でもまだ2日目だからね。まだ分かんないこといっぱいだからな。他の子たちみたいにリュック持ってたらみんな優しくしてくれるもん。他の子はみんな待ってるんだ。リュック買ってあげるよ。うん、ちょっと待ってて。でもリュックは学校のものを入れるだけでは君の価値を証明するものじゃない。お、すごいいいこと言ってるけど、わかるかなこれ。買ってあげるよ。でもリュックを手に入れたからって他の子たちが優しくしてくれるわけじゃないと思うよ。じゃあ優しくして、あ、もちろんカリン、君が幸せにするならここ。いやー、これは今のカリンにはわかんないかな。一応言っておこう、今はわからなくても。行くかい？はい。買いたいな。お金足りないな。今日ちょっと仕事して残業するか。残業できたら残業しよう。あ、でも200超えたから。帰ろう。で、買う。よいしょ。よし！買ってあげられるぞ、これで。あと、ご飯も少な、あ、一応これ昨日買ったから。これ与えればいいか。これ作ればいいか。あら、ドロンコになっちゃって。どうしたの？汚しちゃった？でも？でもって 何がでも？今日悪い言葉言われた。え、親なし子って呼ばれた。本物の家族がいないからって。あ、もうあれがちっちゃな町だから、そういうのも全部筒抜けなのかな。ねえ、だからって何なんだろうね。まあ子供からしたらその価値なんてどうでもなくて、仲間外れを作るための理由でしかないんだろうけど、うん、でも大人もそういうこともし言ってんだとすれば本当にわからないね。私たちはその子のたちの家族よりずっと良い家族だよ。その子は思いやりのない子たちだね。私たちは普通の家族とちょっと違ってる。でもそれは悪いことじゃないんだよ。それはいろんな意味で間違ってる。私たちは素晴らしい家族なんだから。私たちはその子たちよりずっと良い家族だよ。うん。他人がどうこうじゃないんだよね。僕たちがどうあるかなんだ。やっぱりそうだと思った。そうだよ。強く思う。勇気を持とう。勇気を。この家族はあんなバカな子たちよりずっと良いよね。うん。
でもみんなにはパパとママがいるよ。誰も子供を捨てたりしてないよ、うん、僕だってカリンを捨てたりはしないよ。パパとママのこと知りたいよ。誰なの？約束したのに。約束か。大きくなったら話してくれるって言ったのに。もう大きくなったのに。憤慨してるな。なんでこんな親なしごって言われるの？それはただパパとママが結婚してないって意味だよ。君のパパとママみたいにね。どうしてかわからないよカリン。君はまだ子供だからそんな心配はしなくていいよ。いや違うんだよ。もう彼女の前にその心配は、その問題が立ちふさがってるんだから気にしないっていうことはできないんだよな。どうしてかわからないよな正直、うん、それはただパパとママが結婚してないって意味だよ。君のパパとママみたいにね、はあ、なんかあれだな遠回しだなちょっと、うん、これでもこれは嘘だよね。パパも結婚すればいいのにみたいな言われてもな、結局それをしたところでどうにもならないからな。どうしてかわからないね。でもただ理由なく意地悪したいんで嘘はつけないね。君のパパとママは結婚しなかったんだよ。きっとその子たちはイライラしてただけだよ。ただ理由なく意地悪したいんだ。そういう人たちは、そういう人たちは。カレンが前より心を閉ざしました。そうだよな。それをその本人に対して向けられてるものなんだから、それを知って、それを知ってでもカリン、君がどうするかだよ。パパとママのこと知りたいよ。お願い。楽しい、ちょっと調べてみるよ。聞かない方がいい。もっと楽しいこと考えた方がいいよ。うん、楽しい話じゃないかもしれないけど、もっと調べてみよう。調べてくれるって約束してよ。分かった。約束する。するよ。やっとパパとママが誰か分かったんだね。カリンの実母に連絡しましょう。あ、そういうの出てくるんだ。それ何？どれ？あ、何か当ててごらん。リュックだね。あれだ、そうでしょう。あれだ、あれだ。そうだよ。買ってくれたんだね。約束通りだね。どうもありがとう。ぴったりだよ。あ、よかった。少しね。気に入ったみたいだね。うん。喜んで。やっぱり、カリンがそうやって笑ってるのが一番いいよ。お風呂入ろっか。ご飯食べてお風呂入るか。ね。服も変えたいね。よいしょ。あ、違うわ。間違った。お風呂入ろ。ほい。遊ぼうよ。遊ぶ？ご飯食べなきゃ知らないか？お絵かきしよう今日も。じゃあ、うん、あ、また同じ絵描いてる満足かい？ご飯食べてないね。あー、ご飯ないわご飯作ろう。ほい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 、シチューかな。よいしょー、出てきたよ。明日の朝食べよっか。これもね、手紙だこれね。あ、今見れないのか。寝よっか。じゃあ服着替えた方がいいかな。よいしょ。あ、今できないか。じゃあ寝よう。はい。学校は思ってたようなところじゃない。他の子たちは思ってたみたいに楽しい子たちじゃないんだ。でも新しいこと勉強するのは楽しいね。あ、勉強は楽しいのか。やっぱ知らないものを知る好奇心がね。学校はいろいろ大変だけど君は賢い子だよ。君ならできるよ。他の子に邪魔させないようにするんだよ。うん、君は賢い子だ。大人になったらいろいろと変わるんだったよね。今からだって変わるよ。君はまだ子供だ。君はそんなこと心配しなくていい。そうだよ。大人になったら自分の世界を見つけることができるよ。君が大きくなってもいつだって私の可愛い子供だよ。まあ、自分の世界を見つけることができる。いつだってね。すごく大きなことだね。君には私がいるよ。私が親じゃないか。君の親じゃないか。君は自分の道を選べるって信じてるよ。君にとって君はいつだって最高の子供だよ。君は自分の道を
選べるって信じてるよ。ワクワクする冒険いっぱいするよ。ここから出るのはちょっと怖いな。そっか。でも手伝ってくれるでしょ、もちろん。困らせちゃったならごめんなさい。そんな謝んなくていいの。他のパパやママはいらないよ。ここにいるもの。泣いちゃうぞ。ただちょっとパパとママのこと知りたいなって思っただけだよ。うん。そうだね。できるだけ探してみるよ。あのお話読んでくれる？もう寝る時間過ぎてるよ。うん。おやすみなさい。カリンへの日記や書斎に追加されました。お見よう。これか。1951年8月22日、愛するカリンへ。今日は君の両親の詳しい情報について調べるって約束したね。でも君が望むような答えが見つけられるかはわからないんだ。だからこの日記を書くことにした。君が理解できる年になったら、この日記を君にあげようと思う。もし君の両親についての詳細がわからなかったとしても、少なくとも私が努力したことは分かってもらえるだろう。この日記で戦争やその後の出来事以外のことも分かってもらえると思う。まだ続きある。私が知っていることは、3年前に私は3歳の子供、養子希望、連絡は戦争孤児までという新聞の広告を見て養子縁組に申し込んだんだ。子供がとても欲しかったんだ。きっと君には私の気持ちが伝わってるよね。君のお母さんは、父親はドイツ人の兵士だって言った。お母さんが君を設けた時、お母さんはまだ16歳で結婚もしていなかったそうだ。お母さんはそれ以上何も教えてくれなかった。彼女はレジスタンスのメンバーだった男性と結婚して、彼女の新しい人生から君を遠ざけるようにと君に、私に約束させたんだ。なるほどね。手紙じゃないや、これ実の母親に。ああ、これターン使うんだね。なかなか困難が、これからも二人の未来には困難が予想されますが、どうかね、カリンには健やかに、そして自分の人生を歩んでいけるようになってもらいたいですね。幸せになってほしい。おやすみ、カリン。